中日亀沢京平内野手、29がパワースポットで願掛けする。25日、所要のため名古屋球場を訪れ、来年1月下旬に広島、福山市内の、千人も寄ってしまうほど美しい島と言われる専用石島に行くプランを披露。一泊二日で行ってみようと行くだけでいい。30歳にもなるし、節目なのでと飛躍につなげる決意だ。 神秘的な地で旅行を蓄える専用意島は、瀬戸内海国立公園の中にあり、御職岩など古代からの自然を感じられる島。歴代の天皇陛下も訪れているという亀沢は知人から、冬でも海に入ったり、座禅を組んだりできると聞いてと、春季キャンプ直前に神聖な地に足を運ぶことを決めた。前日24日には三泊五日のハワイ旅行から帰国。来年のオフは後輩を連れて、 ハワイで自主トレをやりたい。暖かいに越したことはないのでと、阪神鳥谷が使用している施設などを見て回った。険しい道のりで有名なココヘッド登山にも挑戦。リフレッシュしながらも、18年に向けて汗を流した。今季は7月に故障し、戦線離脱点1年間1軍でプレーできなかった。大地にパワーをもらって、中日4年目となる来季こそ2類の点1ダッシュを目指す。 開き格好宮崎エリコ天線良い島、潜水島広島県福山市の友の裏に浮かぶ島。1934年、秋ら急に日本初の国立公園に指定された、瀬戸内海国立公園の中にあり、弁天島と並び友の裏のシンボル的な存在。無人島ながら温泉や宿泊施設、レジャースポットがある。